On the ice, representing Ukraine, Evgenia Filonenko and Igor Marchenko. 6番、エフゲニア・フィロネンコ、イーゴリ・マルシェンコ組、ウクライナ。ウクライナのエフゲニア・フィロネンコ、イーゴリ・マルシェンコ。シャープなスロージャンプが魅力です。曲はイヌエンド。ダブルツイストでしたが、本来ならば女性がまっすぐに回転の軸がなくてはいけないんですけれども、はい、こう縦に回ってましたね。あ、そして今のトリプルと女性の方が転倒しました、はい、40秒のショートプログラム、演技を終えましたウクライナのフィロネンコ・マルシェンコ。先ほど女子シングルのタラ・リピンスキーの話が出ましたが、このフィロネンコも現在15歳と6ヶ月という若さです。とても元気良かったですね。そうですね、そういう意味ではリピンスキーといい、まあ、不安日本の荒川静香といい、非常にこう4年前のリレハンメル大会と比べて女性 の, この年齢が随分低くなってきてますね、はい、これが先ほどねおっしゃったダブルツイストですね、はい、これ実際にこう見た目では、うん、わあすごいと思いがちなんですが、やはり女性が縦に回転、普通のまっすぐな回転をした方が、はい、難しいので、はい、そのようにしなくてはいけませんね。やっぱりショートプログラムでは、はい、決められた要素を正しく、はい、質の良さを問われますから。今のようにその軸が体の軸が少し曲がった状態になると、これも減点の対象になるわけですか？減点というよりも、はい、点を抑えられてしまうと言った方がいいと思います。はい、この15歳6ヶ月のフィロネンコ。去年の暮れの NHK 杯では第4位に入りましたウクライナのペアです。この後は日本の新井マリエ、天野真のペアが登場します。要素点リクワイアードエレメンツ
低い得点で 4.2 から 5.0 までちょっと差があります。プレゼンテーションです。やはり女性の転倒はありましたけれども全体的にしっかり滑っていたので、はい、その辺がミスをしてもここら辺で抑えられたということではないでしょうか。6に滑って第3位です。